日本埼玉県上尾市半吉半吉は埼玉県上尾市の大技。市の統計などでは大石地区で分類されている。郵便番号は362-0065。荒川埼玉県東部で上尾市西部の大宮大地上に位置する。東側を江川の支流の逆さ川及びその宿を挟み中分野、古式野、南側を丸山都市下水路を挟み平方。 西側を荒川を挟み、引群川島町で丸中号、北側を両家と隣接する。特政寺の南側の野党本村排水路が流れる。上尾駅からは4キロメートルほど西に離れており、徒歩県ではないため、農地が多く宅地化は進んでいない。全域が市街化調整区域である。荒川の流域沿いは、荒川近郊緑地保全区域に指定されている。地内に、 アゼヨシ塚やアゼヨ遺跡など、多数の遺跡があり、カ塚ズカ及び集落跡の遺構や、土器変や石器などの遺物が発掘されている。元は、江戸期より存在した武蔵国足立郡石戸領に属するアゼヨ村、古くは南北長期より見出せるアゼヨ里もしくは、アゼ牛里であった。村高は、昭法年間の武蔵国伝園坊では556国余り、 元禄号庁によると230国余り、天保号庁によると268国余りであった。村の規模は東西10町、南北8町ほどであった。荒川には江戸への物資の輸送の拠点となるあぜ、吉川岸が江戸中期に開設され、対岸の出丸中号を結ぶあぜ基地の私があった。特政寺には、 治療産国が寄進されていたことが、1591年11月の徳川家康治療寄進状に記されている。1875年の農業産物校は、武蔵国軍村市によると、米115.5国、大麦348国、小麦105.4国、大豆144国、小豆25国、栗60国、干二千八百四十八金、 なたね60国、聖茶187館であった。2017年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。上尾駅、西口駅前より、西上尾第一団地方面を経由する路線バスが運行されている。旧大関村で、村内にある神社の合紙が1907年に、 行われたが、安ぜきは、合詞対象から外れている。なお、合詞先は、小泉の氷川神社で、合詞後は八合神社に改称された。ありがとうございます。